はいどうも、ようこそアイチャンネル胸話。金曜日お疲れ様でした。しぐれです。どうもどうも、今週はリスナーの皆さんに2011年の美しいフランスホラー映画リビッドをご紹介します。いつも通りネタを派手にぶちまけていきます。シートベルトちゃんと締めてくださいね。危ないからね。フランスの海辺の港町、瞳が左右で違う色な可愛い子ちゃん静香は誰かを待っていた。周りのガラスには行方不明者届がたくさん貼ってある。どうやらこの町では少女が行方不明になる事件が連続で発生しているらしい。と思った時、車がやってくる。迎えに来たこのおばさんは彼女の指導医のジャイコ。どうやら研究員の静香は今ホームヘルパーとして毎日年寄りの家を訪ねては老人に定期注射をしているらしい。一軒二軒と仕事を終え、彼女たちは車に乗り、森の奥深いところにある古い屋敷に来ていた。地元の者からは決して入ってはならないと言われていたこの場所。今回の患者さんは手に負えないから私がやるわ。君はここでおとなしくしてて。と言葉を残して中に入った。まあでもさ、おとなしくしてって言われると絶対なんかやらかすってのがホラー映画の鉄則ってやつじゃん。もうとんでもなく好奇心旺盛な静香ちゃんはその後に庭を渡り、屋敷の中に入り込み、患者さんのいる最上階の部屋に一直線。初めてなのにどうやって部屋の位置分かったのかな。部屋の中に酸素マスクをつけ、植物状態で眠っているおばあさんとジャイコがいた。入ったからには仕方がない。ジャイコは静かにこの患者さんのことを説明し始める。このおばあさんは昔、有名なバレエ教師だった。一人娘は口を聞くことができず、早くに亡くなってしまったため、彼女の財産を相続する者がいない。治療費のほか、彼女はその財産すべて、誰にも見つからないどこかに隠していたらしい。でもさ、よく見ると、ばあさんの胸元にでかい鍵がついてる。もしかして、と思ったら。とっくに試したわよ。鍵に合う鍵穴なんて見つからなかった。こうやって今日の仕事も終わり、明日も同じ場所で同じ時間に待ち合わせをし、二人は別れる。だが、ジャイコはある少女の後ろ姿を見て、不気味な笑顔を晒す。もう一体何しちゃうの？夕方、静香は港で彼氏ののび太を迎える。のび太は父親と共に漁船に乗って漁をして暮らしていた。その彼氏を迎えて友達のスネ夫が働いているクラブに向かう。クラブでのび太は彼女の話を聞いておばあさんの財産のことに興味を示す。今日はちょっとハロウィンだし肝試しと思って行こうよ。そんなの間違ってるとか言ってるけど、結局その夜にのび太たちと一緒に屋敷に向かった。一方家に帰ったジャイコは静香と別れた後、自転車に乗っている一人の少女を誘拐し、浴槽で少女を解体していたのだった。夜の別荘。3人は別荘の中である鍵がかかっていた扉を見つけ、その裏こそが彼らが探していた宝物だと思い、おばあさんの胸元の鍵を取って試したが開かない。そしたらね、とんでもないことにスネ夫がもう物理的手段、もうパワープレイでドアを無理やりオープンする。中に入り、完成度の高い不気味なマネキンを発見した。そのマネキンの足元に鍵穴を見つけ、試しにおばあさんの鍵で差し込んでみたらビンゴ！だけど、オルゴールの音色が流れて、少女がゆっくりと回転し始める。こんなハロウィンの夜にこんな屋敷、プラスこんな不気味なマネキン。ビビったのび太はマネキンに一発ぶち込む。この一発がまずかった。セキュリティが急に動き始め、脱出不可能な状態になっちまった。でも静香は最上階のおばあさんの部屋の窓は開いていることを思い出し、3人で行ってみた。がしかし、そこにいるはずのおばあさんは忽然と姿を消していた。3人は慌ててそれぞれの窓をチェックするが、その時、スネ夫の背後に酸素マスクをつけたおばあさんが佇んでいた。振り向くと、ドアも窓もない謎の部屋に移動させられたスネ夫。後に、バレリーナ姿の少女が3人現れ、彼は少女たちに足、首、うなじをナイフで切られ、さらに背中を蹴られて死んでしまう。一方で、やっとだよ。スネ夫の姿が見当たらない静香とのび太は彼を探し始めた。遅い。途中で、静香はおばあさんの娘の部屋を見つけて一人で中に入ってみると、突然、お茶会をしていた動物の剥製たちの首が一斉にこちらを向く。気配を感じて振り返ると、剥製たちのいる暗がりからおばあさんの手が伸びてくる。その手に誘われたようにおばあさんの手を握ると、
彼女の記憶が静かな頭の中に流れ込んでくる。あれはまだおばあさんがバレエの先生の頃の記憶。この屋敷でバレエのレッスンを開いていたある時、生徒の一人を注意して別室に行かせると、その子はおばあさんの口の利けない娘に血を吸われてしまい死亡。娘はその後おばあさんに怒られて屋敷から走り出す。だがすぐ紫外線にやられてしまう。まあ彼女たち実はヴァンパイアっちゅう設定なんだよね。血を欲しがるし、太陽の光ももちろん弱点だけど、光を浴びても灰にはならなかった。意識が戻った静香は、まあ何も感じちゃいなかったかのようにのび太のいる方に向かって歩き出す。でものび太の方にはね、いきなりなんか汚ねえやつが出てきてさ、でそいつの頭隠してるやつを取ったらまさかのスネ夫だったんだよね。さらに無言でのび太を攻撃してくるから、のび太も命のためにやむを得ず彼をぶちまるす。ざまあみろと遺言を残し、彼はおばあさんに頭皮を噛みちぎられ身動きを取れない状態となり、強引におばあちゃんに宙をされた。ぶちゅー。そしてのび太はベロ宙による窒息死となったなんちゃって。一方静香はマネキンが鼻血を出しているのを見て確かめるために血を触ると、またまた静香の頭に記憶が流れ込んできた。この記憶はさっきのばあちゃんの記憶の続き。その後ばあちゃんはレッスンをサボった娘を捕まえてレッスンを強引に続けさせる。けども娘の嫌々の態度にムカつき、力加減を間違ったおばあちゃんは彼女の脊髄をへし折る。この瞬間はもう一人の少女にがっつり見られてた。このマネキンこそがおばあちゃんの娘。彼女は死んだのではなく、脊髄が折れただけだと気づいた静香。娘が急にオルゴールの人形のように回り始める。後に静香に襲いかかる。静香もやられるのを待つのではなく、一撃で娘を KO。 だけど予想外だったのは、ジャイコがいきなり出てきて彼女の腹を殴って気絶させたことだった。なんでここでジャイコが出てきたかというと、彼女こそが先のもう一人の少女であった。気絶している間、机の上に固定された静香はさらに過去の映像を見る。もう一人の少女ジャイコは秘密を知り仲間にされた。そら脊髄なんか折ったらバレエどころか身動きもできるわけはない。だからおばあちゃんは娘の背中にオルゴールの器具を埋め込んだ。永遠にバレエを踊れるように。静香の意識が戻った頃にはおばあちゃんが来ていた。長い爪で静香の腹を切り、ガのさなぎを腹に入れ両目を縫い合わせる。壊れた娘にも同じことをしていた。しばらくすると二人の口からは浮かしたガが出てきて違う体に入っていく。どのくらい待っていたかは知らない。だが両目を見開いた静香、その左右の眼光は異なっていた。静香の中身はおばあちゃんの娘で、娘の体には静香、体の交換ができしまってる。長年眠っていた娘に対し早速踊りを命令する。拒否をした娘は二人をぶちまるした後、自分の血を垂らす。すると静香が動き始めた。え、ちょ、なんで私の顔あんの、怖っ。なんで仲良さそうなのかは知らんけど、並んで歩き外に出ようとする二人の背後から、レッスンをサボるな、すべて君のためなんだ、君のためを思って。ざっけんな。外に出て娘は珍しそうに外の世界を眺める。それを見て静香はあることを決意した。なんつうんだろうね、こう君のためだとか君のためを思ってつ親の言葉とさ、まあ好きでもないことを親に強制的にやらされるっちゅうこと。まあね、その私もちっちゃい頃にね、全然興味のなかった習い事させられてたことはあったんだけど、なんだろうね、こう高みに立ってほしいつ親の気持ちとさ、自由にやりたいっていう子供の気持ちがすれ違うってのは割とどこにでもある話だよね。海に出た静香は自ら崖から落ちていく。だがその顔は穏やかなものだった。娘も満足そうに笑って見送った。もし君の周りにこういった親や友達がいたんだったら、ぜひこの動画を紹介してあげたらいいんじゃないかなこうなるかもしれないってなるわけねえやなぜひ悪くないと思ったらこのチャンネルの登録と、あとグッドボタンいただけると、まあ喜びます。どうもどうも。そして、我々 i チャンネルにやってほしいことを、紹介してほしい映画、やってほしい無茶ぶり等々があれば、ぜひぜひコメント欄の方にご記入お願いします。
ご視聴ありがとうございました。アイチャンネルしぐれがお送りいたしました。またいつかお会いしましょう。 See ya!